いや、謝ってないんだから、事実確認した上で、ぶつかってたんだ、ごめんなさい。じゃ言い訳しかしてないんだから。つまんないことじゃなくて、人のことをぶつけといてつまんないもくそもないでしょ。何その態度。ぶつけられた人、あのね、人をぶつけてつまんないことはないでしょ、いくらなんでも。おかしいよ、いくらなんでも。そう。だから謝るのが普通でしょ。だから人のことをぶつけといておかしいでしょ。いや、だって3人光りそうな。3人見てんだから。だから、当たったんだったら謝るか。だから謝りなさいって、謝ってないじゃん、一回も。当たったんなら謝るから。当たりましたって。まずは聞いてみたわけじゃない。聞いてください、ね、車が何かに当たらないでトントンと音がしますか。絶対当たってんだから。当たってるからトントン。当たってるからトントンじゃん。バックでしかも認識がなかったんだよ。だからこういうふうによって音を立ててくれたから、それ止めて、でも迷惑かけた。でも気づかなかったんですよ、それがなかったら。俺光りちゃう、そのままもっとバックする。それがなかったら気づかなかったんだから。頑張ってないなんて、謝ってないっすよ、一言も。謝ってないっすよ、一言も。あの奥さんの態度見た。謝ってないっすからね。当たりましたよ、パッと。で、そんで俺たち怒ったんじゃん。言ったんで、じゃあ、俺は謝ってないじゃん。今でも謝ってないじゃんよ。辛いですよ、辛いですよ、じゃなくて、当ててるんだからさ、当ててその態度はないでしょ。私たちお互い日本人で、日本人でしょ。こっちだってね、足失ってるわけじゃないんだから。だから、いいじゃん、人身事故でも。はい、幅安すぎるのやめてよ。あ、鮫島さんが車にぶつけられた。ここの言うことも分かってもしもし、はい、場所はですね、ファミリーランド三沢市の東山駐車場っていう、江ノ島から藤沢に若干、ま、戻るところの藤沢じゃない、鎌倉の方じゃない。そうですね、そうですね。じゃあ警察呼んでる今。はい、警察呼んでる、うん、今警察署です。どうせ、まあ、私は追加するやつ。そうです、運転してます。人身事故だね。相手の方の名前は取りません。事情説明してるけど、全部ごめんなさい。言ってないよね。謝りました。言ってないよ。謝ってないよ。だってね、なんかイチャコつけてきてる。だから俺たち、状況を説明すると、俺とかサミちゃんが歩いてるところで、歩道を歩いてたら、じゃあぶつけられたもん、思いっきり。謝ってないじゃん、本当は。サムちゃんが危ないです。手を出して、手をくじいたみたいな。いや、謝ったら俺たちは用事あるから。じゃあ、ごめんなさいとか、それは一言もいいや。事情がわかんなくてさ、人にさ、ぶつけて、その態度はおかしいよ。ぶつかってるんだから。人物ぶつかって全員見てんだから。なんで出てきたの。だってさ、しかも運転、さっきからそれないよ、その態度。本当に。俺たちは、戻ろうと思ってた時に人がぶつかってるの。それで気づかなかったんだから、バックで見てなかったの。それ事実なの。謝ったとか。謝ってないじゃん。だからもういいよ、人身事故で。謝ってる態度、それ。私ぶつかってる。私たちは。だ、ぶつかってるんだよ。ぶつかってるの。事実。運転手、じゃあなんであんた降りてきたの。音がしたんじゃない。ぶつかってるんだって、事実。嘘つけ、当たりましたかって一言目声かけてきた。当たってあんな当たりない。当たったっていう感覚あるんじゃないかよ。当たってたら。あるから当たってませんでしたって言ってるんでしょ。おかしいでしょ。じゃあ分かった。いやもう、まあ、どうにでもしなさい、警察来るから。当たり前ですよ。当たり前、証言しますから、僕らで。もう普通に行くつもりだったんだ。いや、じゃあ好きにしない。昔好きにしますよ。当たり前ですよ。そう態度を全部覚えておいてくださいよ。一番聞いてくれそうですから、私は彼に向かって。俺が被害者なんだよ。だ、被害者かどうか私分かってないんだから。分かってないんじゃない。俺が当たってんじゃん。彼が被害者で。彼が被害者、引かれてんの、当たってんの。そういう私たちは。だ、分かってないってことは見えてないんでしょ。なんでバックしたの。なんでバックしたのだ。見てないでしょ。人身事故。危ない危ないって俺言ったよ。だからその時になんで後ろ見なかったんだよ。見てないから人引くだろうが。だから車すぐ止めて。バカが。あれ、あのまま俺引かれたんだよ。人を引いてる態度か、それが。本当だ。だからっていうのは言い訳だろ。だからな。それで人が死んでたらどうすんだ。それで人が死んでたらどうするんだ。俺もバカが。だって俺だって。謝罪でも。謝罪もないんだろうぜ。な、謝ってないだろうが、さっきからずっと。謝ってないんだからな、さっきから。なんだお前ってよ。なんだその態度、人を引いといて。人を引いといて、なんだそれは。バカが。いや、私は彼としか話す気ないです。人を引いといて、その態度はなんだ。
なんで俺が被害者なの。腹立つわ。警察呼んだよ。人を引いといてこの態度だから。ふざけてるよ。聞いてらんないでしょうが。なんで殴る態度かそれ。ふざけるなよ。おい、録画するかんな、録画するかんな、殴るのか、なんだその態度。やるんだったら徹底してやりましょうか。なんだそれ、こんな野郎って。こんな野郎だろうが、謝りもしてねえんだから、バカが。ふざけてるわ。あ、見つとるよ、すいません。うるせえな、なんだうちの人間なんだ。彼とはじゃなくて、彼のことを引いてるの。それに対してまず謝罪をすべきでしょ。とりあえず警察を待とう。なんか疲れたの。そう、これ逆切れされてるんです。そうもね、本当に人を引いてる態度かよ、あれ。違うところ、ほんと腹立つわ。いいってください、見てます。まずは神さんを下ろしたんだから。さあ、当たってましたって奥さん言ったじゃないですか。だ、ちょっと待って、聞いて最後まで。当たってましたって言ったってことは、当たったかもしれないっていう認識があるんじゃないですか。指示して下ろしたんだから。じゃあなんでその時に当たっ、じゃあなぜまず謝らない。当たったかな。じゃあ俺、じゃあはい、はい、はい、ちょっとじゃあ、こっちが冗談じゃねえか。あの態度。逆切れ、逆切れ、完全にふざけてるよ、本当に。めちゃめちゃ腹立つわ。あ、鮫島さん、お、一回僕ら向こう行きますわ。マジでぶち切れそう。いや、だから、ここにいる。俺、ちょっと向こう行ってきます。あ、ダメだ、本当腹立つわ。老害だよ、老害、本当に。人をぶつけた態度かよ、あれ。人をぶつけといて、謝るつもりありますよとか言って、何なんすかとか言って、最低だわ、あいつ。クズだよ、クズ。人間のクズ。ああ、もう、揉めに揉めてるよ、本当に。証言するよ、俺。もうぶつけてんの、見てるから、俺。うん。そしたら、駐車場の出口でバックしてきて、鮫島さんがボンってぶつかったの。で、弁当太郎さんが、おい、ぶつかってる、ぶつかってる、どんどんってやって、で、車から出てこないのよ。で、そのまま移動しようとしたから、おい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 、つって。何やってんのつって止めたの。俺じゃない、俺じゃない。サメジマさん。ぶつかったの、サメジマさん。うん。あ、来た来た、警察。あれはないよ、あの態度は。で、あんまりにもひどいから、もう5分ぐらいあんな感じで、ずーっと。で、もう証拠取ろうっつって。もう、じゃあ人身事故にしますよっつったら、してみろよ、この野郎みたいなこと言ったから、カメラ回したの、3人とも。おかしいよ、ほんとに。ドライバー老人。当たりましたとか言って、奥さんが。当たりましたとか言って。思いっきりぶつかってんの。救急車も呼ぶんじゃん。もう、ていうかもう喧嘩に寝そうだったら先に警察呼んだ。うん。てかあれ、もう、なんつうの。おっさんとかも、なんかカッカして、なんでやんのかよとか言って、突っかかってきたから、もう先に警察呼んぞ、つって。うん。いくつぐらいだろう。60超えてると思うよ。うん。シルバーだね。うん、記録大事。こういう時は自己防衛で取っていいんだよ、ちゃんと。その代わりに相手のこと映してないじゃん。プライバシーで。自己防衛でちゃんと、取っていいの。記録は。うん。警察行く行く。行くけど、俺も結構カッカしやすい性格だから、一旦落ち着かせて、ごめん。マジでムカついたから、ずっと黙って聞いたの、俺。だから、もう老人の態度が、鮫島さんと、その、弁当太郎さんがカッカカッカ怒鳴り合いになってた。俺引きで見てたんだけど、で、なんで怒ってんのか分かんなかったの。で、仲裁に入ったらもうマジで舐め腐った態度だから、本当に怒って。ごめんね、なんか気分悪くしちゃった人。ほんとごめん。ちょっと落ち着くわ。あれはないよ。あれはない、正直。人をぶつけておいて、救急車呼ぼうとか、大丈夫ですかとか、すいませんでしたもなく、普通に、引かれましたとか言って。うん。いや、みんないる、みんないる、大丈夫。うん。ありがとうね。いや、あれはひどい、いくらなんでも。
あれはひどすぎる、うん、死んだ人取るよ当たり前だ。だから別に当たってんならじゃあ警察でも何でも救急車でも呼べばいいんじゃないですかとか言ってるから当たり前で呼ぶよっつって、うんうん、誰が悪いの、誰が悪いっつうか普通に人をさ車でぶつけておいてさ謝りもしないっておかしくない、おかしくない、どう考えても。で当たったの気づきませんでしたとか言ってそれってさ後ろを見ないでバックしてるってことじゃん、バックでぶつけてんのボーンって。で便所さんも俺もがっつり見てんの、そうで危ない危ないって言ってんの、うん、サメさんに当たったの運の月だよ本当に。でもう今もうぶっちゃけ江ノ島目の前なんだよ、だからもう普通に配信しようって言って楽しくやってたのにみんな打ち合わせで、うん、大丈夫かどうかわかんないけど手首に思いっきり当てたらしいよ、うん、俺はそのなんつうのどうなってんのかわかんないけど手に思いっきりバーンって当たったのは手じゃん多分、うん、あれはないよ本当に。いや、あのね、態度はいくらなんでもないわ。普通に一言謝ればいいだけじゃん。うん。いや、もう完全に怒らせてるもん。おすくおすく、いやごめんね俺もカットなってすまん、うん、ちょっとイライラしたからちょっと離れたわごめんなさいっつって、うん、いや普通に誠実な対応って怪我とかありませんかとか言うじゃん普通は、考えられねえわ本当にマジで。戻るわこれ。でもあれだからね、別に見せしめにしようとかそういうんで配信してるわけじゃなくて、相手が完全に舐め腐った態度取ってるから証拠取ろうと思って録画してるからね。だから相手も映すつもりないし、もうナンバーとかも控えてあるからこっちで写真撮ってあるから裏で。現在実態を確認しておりますが、しばらく待ってください。どうぞ。なんで謝れ。で、あ、僕証人見てます。それからなおこちら程度は1と使用されますが、救急車の方は要請しておりますので、人身事故で処理する形となると使用されます。どうぞ。ここが、交通来ます。で、救急車に乗られちゃうと思うんです。なんで、お名前とか今、先に聞くんで、後から交通が連絡します。一応、鮫島さんの本名バレたらやばいから、ちょっと離れるわ。今、救急車来るから、鮫島さんの本名聞くかもしんねえから、ちょっとやっぱ配信でプライバシー守んないといけないから、ちょっと離れるわ。悪いな。救急車乗るでしょそんなの、あんな舐め腐った態度取られたら。あ、本名みんな知ってんのか。あ、ごめん便所さんのことは分かんないわ、ごめん。俺もあの気が動転してパニックってるからパッと枠開いて、あ、もうこれラッチ開かないわと思って証拠取ろうと思って。でも事故ったのは本当だから、当てられた思いっきり。ああ、うん、鍵、鍵は無理じゃん。オッケー、うん、ありがとうございます、すいません。もう安全運転だよ。うん、うん、ゆっくり家に戻しておけばいいんですか。違う、俺だって。あ、そっかそっか、追っかけて、で、うん、そう、オッケーオッケーオッケー、うん、じゃあケツ追っかけますよ。あ、全部、うん、あ、病院名だけじゃ聞いといてもらえます。オッケー、あ、そっかそっかそっか、オッケー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 、うん、
うん、今から救急車乗る。うん、いやもう完全に最初から見てた人だったらこれ考えられないって分かるはずだもん。途中から来た人だったら分かんないかもしれないけど、あのタイムシフト残すから、これは証拠残すから。いやもう、いやもうあんなもう、あ大変でしょ。ああって思ったよ、本当謝っときゃいいのにって。謝る気一切ないもん。だから謝ろうつってんだろみたいな、言ってますよねみたいな、突っかかって奥さんがこんな羽交い締めにしてて、なんだ殴んのっつって、殴ればっつって、考えられなくない？人を当てた方が。殴ろうとしてんだよ鮫島さんのこと、考えられねえわ普通。あ僕見てますよ、僕預かってます。見てた方、はい、申し訳ないですけど、はい、いいす、人の方が来ますんで、はい、ちょっといいですよ、はい、証言します。事故があったのってどのくらいですか？30分頃、いや、いや、そんな前じゃないよね。いや20分ぐらい前だと思う。ということは、ちょうど30分頃ってことですね。うん、多分20分前で合ってると思います。20分頃、はい、はい、病院行きます、救急車呼びました。連絡先とか分かる方、残っていただける方いらっしゃいますか？ここに残る人、あの要は、うん、現場に交通が来てぶつかったぶつからないっていうんで、あ、いいですよ、俺も証言しないといけないんで、もうそっちから2人で、うん、ついてくる。ロンちゃんは、ロンちゃんは一緒に病院行ってあげる。いやダメ、これ案内できない。じゃあいいじゃん、サメ、え、ピンで乗るってこと？ピンで乗る、うん、で、4人が残って車で追っかければいいじゃん、病院に。だから残ってるじゃん、交通で、交通残んないといけないの。そう、あ、いいよ、俺残っても別にいいよ。渋滞状況なんで車で少し落ち込む。全然残るよ俺。なんで残っていただく方は時間かかります。私もちょっと若いんで、あの車取りに行かなきゃ。車取り、いいよいいよいいよ、じゃあ俺残るよ。便所さん、じゃあ俺残るよ。誰か一人残んないといけないんだって。お姉さん、お姉さん、お名前と連絡先を送って、携帯電話持ってないって言うんですよ。そののぞみさんの本名がバレると良くないんで離れます。美味しい現場じゃないよ今、そこ江ノ島だよ、そこ海だよ。もう目の前でこれから配信しようっていう時にぶつけられたんだよ。悪びれた様子じゃないよ、もうね、多分ね、腹立つと思うよ。あのタイムシフト、これその5分ぐらい経ってから、引かれて5分ぐらい経ってからなんだけど、ずっと焼かられてんの。うん、あの後で見てみて、タイムシフト残すから。これはありえないよいくらなんでも。うん、僕が取れます。 LINE、 俺が取ればいいんじゃないの？でいいの、うん、ごめんね、ちょっと多分ね、海配信ないです、今日は申し訳ない。こうしてあって、こんな感じ。僕のこう彼がこう見た感じキャシャキャシャじゃないですか。後ろにこうグワッと押されるような感じだったので、こうやって棒を一人だけで、そうだけで、お兄さんが止めてやってこと。そう、どんどんやそう。人心でしょ。明らかに引いてんだから。そう。車どの辺？この辺、この辺。この辺だ、この辺。下の方。じゃあ、あとで。バックの時に車で引かれて、なんか引いてないとか言って、で引かれましたって奥さんに最初に言われてんの。引かれてる、引いてる認識あるじゃんっつって、でいや引いた認識はないって、トントンってノックされたから気づいたって言ったけど、バックす、じゃあバックしてる時後ろ見てないのって話になるじゃん。で謝りもしないので、謝る気ありますよとか言ってふざけてんの、ずっとそんなこと言って、でしまいにはなんか殴りかかろうとしてんの。
ありえねえわ、ほんと。でも証人2人いるかんね。こんなん言い逃れできないよ。交通事故を起こした人がいるんです。ごめんなさいとかすいませんが、言い逃れできないよ、こんなん。相手わかんない。言っとくけど全部録画してるからね。言っとくけど全部録画してるからね。腹立つわ。しらばっくれてる。聞かれたの、鮫島さんが。多分上だと思う。関係ないよ、年齢は。年齢は関係ない。人を引いておいて謝りもしないでやかって人のこと殴ろうとするなんて、人としておかしいでしょ。人としておかしいよ。年齢は関係ない。車もう出ちゃいました。追っかけてます。車ない。車で行っちゃったの。うん、だから俺ら二人はあの証券だから残るって言って、身分証とか全部車ないの。これから海を泳ごうと思ってたからさ。僕ありますよ、身分証。いいですか、じゃあ。はい、はい、障害者手帳ですけど、ここ森さんとはどういう関係なんですか。友達です。あ、友人で。はい、友人です。今から江ノ島まで泳ごうと思ったんです。その上に。そう、寒中スイマーズっていうのをやろうとしたんですよ。これだけ出させてもらっていいですか。いいですよ。これ、なんか1万個で。G カード。あ、これでいいですよ。これいいですか、はい、出して。出して。裏住所あるんで。はい。はい、ちょっと G カードだけ出させてもらいますね。はい。お願いします。ちょっと、定期の人引っ越っちゃう。いいですか、出しちゃった。あ、いいですよ、いいですよ。出しますか。はい、で、みんなお友達ってことですね。そうです。で、はい、江ノ島にを企画できたと。そうですね。そうです。あれ、出ない。あ、ちょっと待って、俺、もう、あの、あれ、免許証とか出すわ。裏が当たる、あの、僕の住んでる住所です。はい、プリンスガーデンとか建てた。プリンセス。あ、プリンセスガーデン。お姫様の庭ですね。あ、赤いカマンだけ下ろしといてもらえれば。すいません。ちょっとカバン取ってきます。ごめんね、後で。リュック持ちますよ僕。とりあえず向こう置いちゃいますね。
これ交通事故だもんだって。うん、完全に人身事故っすよ。なんかほら台本とかでできるようなことじゃないからさ、人身事故にするのはね、警察とかね、救急車もしくは後で病院って診断書を取ってくるかしないと人身事故として処理されないんだよ。あ、そっか、現場だとできないんだ、うん、そうだ、後からだ。救急車は後から、謝罪があればね、謝罪があれば後からでもいいんだけど、謝る必要ないから。いや、あの普通にあの鮫島さんとか関係なく誰でも引かれる、あんなの子供だったらガンって言ってたよ、思いっきり。あ、すいません、あの重機カード、はい、変更場はもう今裏の住所でいいんですね。そうです、これで合ってます。ガーデンの、はい、プリンセスガールの、はい、島津さんでいいんですか、ね、濁らないで津です。島津さん、はい、高光さんですか。はい、高光です。お仕事されてます。はい、してます。どういったお仕事なんですか。バイトですね。バイト、はい、バイトとあとインターネットタレントです。バイトっていうと、これどういったバイトなんですか。あ、これは普通のバイトなんですけど、バイトプラスあとインターネットタレント個人事業でやってます。あ、はい、個人事業の方がいいですかね。はい、個人で。さっきの森さんも IT で自営でやってるんですけど、はい、あ、そうです。同じですか。いや、彼と同じかどうか分かんないですけど、僕は個人事業主、インターネットタレントで登録してます。個人事業で、はい、インターネットタレントというか、はい、インターネットタレント、はい。あ、僕です。はい、この2人です。森くんからね、はい、行く病院を伝えてください、はい、あ、ちょっと待ってもらっていいですか、すいません。あ、ちょっとこれも持っててもらっていいですか。あの病院名、あ、ここ置いちゃっていいですか。ここ行っちゃいます、すいません。当たり屋じゃねえよ、当たり屋って最初から当たる気満々で当たるの。こっちは企画しようと思ってここに来たんだわ、うん、そうだ、後方確認が取れなかった。その運転手もサメちゃんにぶつかった時は気づいてなくて、俺が後ろをボンボンで叩いた時にやっと初めて後ろに人がいるのを気づいたって認めてるから、いや、これ子供だったらもう事故、大事故ですよ。じゃあこれ俺だったらだよ、僕、俺だったらね、まるで新幹線を止めたテリーマンのようにだよ、子犬を守るために、ね、新幹線を止めたテリーマンのように手で止められたけど、ね、サメちゃんの体じゃ無理だろ、うん、すいません。あ、ごめんなさい、どちらか、うん、謝罪してないよ。だからそれを録画するために回したんだもん。全部証拠取ってるよ。ちょっと若い世代には分からないけど、サミちゃんも救急車の車サミーな、高齢者で、女性の奥さんも高齢者で、まず、あ、ね、大丈夫ですかとか、怪我ないですかとか、一言もないよね。あんまり相手でもプライバシーは言わない方がいい、加害者でも。相手の名前とか車のナンバーとか控えてるけど、風貌とか様子とか言いません。いや、今いるよ、引いた人は、ぶつけた人はいる。ちょっと寒いね、 T シャツだからさ。でもまあ海入るより風邪ひかないでしょ。携帯電話持ってきてくださいって。え、今森さんが、え、携帯電話持っていいんで、どこにいるんですか。はい、はい、そうですね。あ、こっち。はい、え、どうします。あ、俺の携帯持ってきた。あ、もう車で行っちゃいましたよ、向かっちゃいましたよ。あ、もう向かっちゃった。うん、どこに、どうする、病院。俺はあの彼女とかと連絡取れるんで、後でこれで携帯で、だからそう、事故の証言するんで僕ら。あ、そこにいるの、そこにいるわ。あ、オッケーオッケー。鮫島さんの携帯、鮫島さんが持ってきてって。よかったよかった。いっす、いっす。お邪魔します。これで合ってます。そう。あ、じゃあ後で、はい、うん、僕ら証言したから免許さん残るんで。じゃあ変えますね。で追っかけるんでしょ。あ、
事故の内容、ちょっと今来た人多分いっぱいいるから簡単に説明します。今日はあの後ろにある江ノ島で弁当太郎さんと僕と、鮫島さんで、あとのぞみさんと僕の彼女5人でいたんですね。で、あの待ってて、ごめんね。あ、うん、大丈夫みたいなんで。で、あの鮫島さんと僕と弁当太郎さん3人で海に向かって歩いてました。で、駐車場からこうバックする車に鮫島さんがぶつかったんですよ。で、そのままバックしようとしたんで、おい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 ってみんなで言って、で、弁当太郎さん車コン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 ってやったの。で、要は引かれたのよ。うん。で、その、車に乗ってる女性の方が来て、引かれましたって言って、いや、引かれてますよって言って、で、旦那さんが運転してたのかな？わかんないんだけど、男性の人が運転してて、で、なんかそう、口論になってたの。で、俺は引きで見てたのよ。引かれたのは確認してるから。で、その間に俺は、その引いた車のナンバーとかの写真を撮って、配信とかをつけずにずっと見てたんだけど、だんだんその、弁助さんと鮫島さんと、女性の方と男性の方が口論になってた。で、まあ、収めようと思って行ったのよ。そしたらもう相手の態度があまりにもひどいから、配信回した。うん。っていうのが経緯です。要は、引いてないと。でも言ってることめちゃめちゃなのね。奥さん、多分奥さんだと思うんだけど、女性の人は鮫島さんに、引いてました？当たってます？みたいなことを言ってんのよ。まずこれで当たってるかどうかっていう認識があるわけじゃん。で、男のドライバーさんに聞いたら、コンコンってやって気づいたって言ったの。バックをしてたけど、コン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 って車やられて気づいたって言ってるのよ。もう配信回ってるところで。でもそれって、コンコンされてバックしてる時に、ね、コンコンされて気づいたっていうことは、後ろを見てないってことなのよ。後ろを確認しないで、ね、コンコンっていう音で気づいたっていうことは、もう見ないでバックしてるのは明らかなのよ。それで、いや、謝るべきなんじゃないですかって、弁当さんと俺と鮫島さんが言ってたんだけど、いや、こっちだって、そりゃぶつかったら謝りますよ、みたいなこと言ってるから、じゃあぶつけてないって言うんですねって。証言3人してるし、本人ぶつけてますよって。で、謝ったら済む問題なんだから、一言謝ったらどうなんですかって。で、その、謝った方がいいんじゃないですかっていうので揉めてたの。で、謝らないの、一向に。それで頭に来て俺も証拠取ろうと思って配信回したっていう感じ。うん。謝ってないのは、最初から見てた人、多分ね、俺がその事故ってから5分ぐらい経ってるのよ、配信枠の。俺はその売名とか嫌だなと思って、その事故とかネタにすべきじゃないと思ったけど、だから相手も映してないし、相手の事故の車も映してないでしょ。被害者のどんな人なのかも言ってないじゃん、男性と女性しか。晒すのとかは良くないけど、明らかに態度が良くないの。なんでかっていうと、もう後半、その、男の人は、その女の人に羽交い締めされてて、鮫島さんのことを殴ろうとしてたのよ。え？大丈夫ですかね？大丈夫ですかね？わかんない。でしょ、うん、だから病院行ったら困るじゃん。それ話して。え、どういうこと？だから病院行ったら、トリコちゃんが病院まで行って、とかやんなきゃいけないじゃん。ここ。どうすればいい？トリコちゃんが後からそう言わないのさ。トリコちゃんが運転するのが不安じゃん、その車だから。うん。え、止まってたらダメなの？だからお金がすっごいかかる。お金がかかる？駐車場代ってこと？かかる。うん。病院まで行けないの？いや、行ったら、その後も車が家にあるじゃん、うちの。うん。ここ、うん。え、のぞみさんはあの車運転できないの？景色できない。あ、そうなんだ。鎌倉なんで、10分ぐらい。だから、うん、車で行ってもらって、10分15分。だからわざわざもうちょっと連れてかないと、わざわざ乗るの？違う違う、俺はさ、大丈夫だよ、あの子。うん。だからそれか、ワドは向こうで乗って配信続けて、うん、俺はここのこと配信する。そう、僕、そう、僕、見てるんですよ、現場、引かれたの。僕は引かれてないんですけど、それ証言してないんですけど、どうすればいいですか？僕、向こう行っちゃっていいですか？病院。そうすれば、OK。どうしたら危ないかな。必要があれば、そしたら、ほら、電話でもね、確認することもできますけども、はい、どうしてもほら、もう行かなくちゃいけないんじゃねえば、もうほら、一度は止めることはできないんで、うん、
じゃあ不安でも乗り越えちゃって私だけだった。でも俺が乗ったって別に変わんないよ、運転能力上がるわけじゃないよ。だけど、うん、やっぱり彼氏さんだから安心するって、うん、安心する。じゃあ行こう、うん、うん、じゃあ弁護さん、うん、連絡先電話番号教えてください、うん、電話番号か繋がるやつ、うん、のんちゃん、のんちゃん、いや、行った方がいい、病院は絶対行かないダメ。のんちゃん、080、サメ島さんは絶対病院行った方がいい。いや、教え、お前、教え、ごめんなさい、ちょっと待って、みんな個人情報言いまくってるから離れるわ、ごめんね、そうだ、離れるわ。はいはい、行きますね、080-9188-05210521、はい、確認してください、はい、080-9188-0521、はい、で仕事してるので、夕方5時ぐらいにしか多分電話出れない。今日は大丈夫ですよね。今日は今その携帯電話を持ってないんですよ、今現時点で。この携帯電話、連絡つく電話番号いいですか。連絡つく番号これしかなくて、でその携帯電話家に置いてきちゃったんです、僕忘れてきちゃったので。じゃあ病院の方に行くってことは、じゃあどなたかが連絡つくことできます。一緒に病院が出るんですよ。もしくはその、被害者のぶつけられた男の人とずっと一緒にいるので、その人に電話してもらえれば証言取れます。あ、携帯じゃあこのもう渡しました、この森さんの携帯。あ、渡しました。森さんには連絡つくってことですか。多分、はい。そしたら僕は全然証言します。森さんの先ほどご確認した電話番号ね、はい、お願いします。一緒にいるってことで、はい、大丈夫です。はい、あと教えることにあるわけですから。横浜市。横浜市。横浜市。民間の保険入ってますか。そうだって。いや、保険入ってますからってさ、人を引いといてそれはないでしょ。保険の話じゃなくてさ、ぶつけたことに対して謝ろうよ。何が保険入ってますからだよ。ふざけてんだろ。バーバーな、イライラするだろ。うち民間の保険入ってますから。なんだそれ、腹立つだろ。なんだよそれ、舐めてんのか。いや、人としてないだろ。腹立つわ、許せねえわ。ごめんね、みんな気分悪くさせちゃって。ほんとごめん。いや、みんなでさ、せっかくクリスマス、うん、示談できないの。示談じゃなくて、もう人身にした方がいいよ。痛い目見た方がいいよ。ねえ、そしたら俺も、うん、ね、被害あって配信業で止められてんだから、その分請求できるから。全部絶対示談にしない方がいいよ。示談持ち込む。いや、示談なんて、のりこさんなんて、うん、危ないもん。うん、分かる分かる。あの車お母さんの車だよ。うん、分かる分かる。だからさ、示談に持ち込む。車のことは分かるけど、あの、とりあえず、あの、サメ島さんは病院連れてった方がいい、必ず。じゃあ私が連れてくるから、うん、じゃあ、うん、でも本当は救急乗った方がいいんだよね。本当は救急乗った方がいいんだよ。うん、本当は今救急乗んないとダメなんだよ。いや、人身にするよ、女の、ふざけてあんな態度で。民間の保険入ってますからと、金なら払いますみたいな態度の、謝んでんの、バカじゃねえの。本当、あれ本当に、あれだよ、便所太郎さん止めなかったら、鮫島さん引かれて、そのままミンチになってたよ、ぐちゃぐちゃになってたよ。いや、あの、ちょっと車とかのもの、うん、うん。カズの病院は後日だから。後日にする？うん。後日って感じ。でも、あのね。今休憩帰っちゃったもん。うん。あ、そっかそっか。じゃあ、そうしよう。うん。だけど、うん、話が、交通だから、交通が来てとかめんどくせえの。まあね。うん。私は乗ることやって、そんなにね。うん、うん。ごめんね。うん。ありがとうね。うん、事故った。それでしかも土地勘があったら何したんだよ、この辺。はい、ああ、はい、はい、すいません。ちょっとタバコ吸いに行こうか。う、頭きたわ。ってないな。ここら辺にいた。あ、そこら辺じゃないよ。あのね、この辺でぶつかってる。違う、あ、こっちだ、そうだそうだ、ここ、ここの辺、そう、俺ら向こうから来てんだもん。こう、こっから出てきた。そう、動画ってあの証拠残した。うん、動画もうこれだってぶつかった後の話、証拠じゃないから問題ないじゃん。あ、表現の自由が始まった。そこには関わらないから俺。カメラ止めろって言われてんのに、なんか問題あんのみたいな話になってるから、俺は逃げるよ。
俺関わらない、それは。俺はカメラ止めろって言われたら止めるから。悪いけど。リスナーさんには悪いけど、そこはカメラ、関わる気ないから、ちょっとタバコ吸いにエスケープでーす。救急隊員がカメラ止めてって言ってるんだけど。これはね、配信者の坂だから。示談にはしない方がいいっていうか、示談にしたら揉めるよ。鮫島さんが相手の住所と名前本名を知るってどういうことか分かってるな、俺ら。ねえ、免許証を控えるってことでしょ。ねえ、鮫島さん何人リスナーいると思ってんの。絶対ダメだよ。示談なんかにしたら相手がかわいそうだよ。地獄だよ、そんな。俺はだから普通に引いたもんは引いたんだし、謝る気がないって言うんだったら、じゃあ普通に、損害の分はね、怪我した分は怪我した分でもらう、慰謝料は慰謝料でもらうっつって、もう金なら金で整理しようっていうのが大人の判断だと思う。ではっきり言って示談にするっていうんだったらいいけど、痛い目見るのは多分加害者の方だと思うよ。うん、そこは俺が口出す問題じゃないから、俺は今日救急車に乗ってちゃんと事実を確認してもらった方がいいと思う。地獄でしょ、そんなの。うん、まあ地獄でしょ。でもなんか揉めてる、喧嘩してるよ。今度救急隊員と鮫島さんが喧嘩してるわ。別件で鮫島さん逮捕とかされないよね。鮫島さんの怒号が聞こえてくるんだけど。あ、そうなんだ。おまわりが交換させんのか。いや、俺も救急で運ばれといた方がいいよとは何回も言ったけど、そうだね、示談はやめた方がいいと思うけどね。俺も全然証言取るから。いや、揉めさせようとかじゃないよ。でもほら、鮫島さんは鮫島さんのほら配信論があるわけだから、なんでカメラ止めなきゃいけねえんだよって、言論の自由あんだろうって言って多分今吠えてると思う。でもまあ人をぶつけてあの態度はねえよな、正直。頭から見てる人はわかると思うけど、人をねぶつけてね、怪我の具合とかどうこうはあるかもしんないけど、人をぶつけてあの態度はなくない？そうだね、保険会社と鮫島さんの話し合いだよね、本当に。医者じゃないので僕は怪我の具合も分かりません。相手が舐め腐った態度を取ってるのが許せなかっただけです。あの態度はないよな。救急車でもじゃあ呼べばいいじゃないですかとか言われたんだよ、頭の方で。頭くるよね。救急車でも警察でもじゃあ呼べばいいじゃないですかとか言われた。おめえが呼ぶんだよっつって、引いたのおめえだよっつって、そう思わない？ありえねえよ。加害者の方に言われたの、最初の方に。それでプチンと来て、あ、もうこんな舐めた態度取ってんなら全部記録取ろうと思ったの。あ、何歳とか相手の個人情報だからそれは言うつもりない。ごめんね。それをやったらマナー違反だと思ってるから、ごめん。相手、まあ男性と女性とだけしか言ってないけど、それはマナー違反じゃん、やっぱり。悪いことされたら悪いことを仕返していいって問題でもないと思うし、ただあの態度は良くないよ。年齢は関係ない。鮫島さんはね、今ね、なんだっけ、携帯電話のほら通信規制だっけ、何ギガとかあるじゃん、それで配信できないって言ってた今日は。いや、あそこにいると頭にくる、本当に。あのじじい、あの男と女。ボーリングの後でも目の前江ノ島なの、目の前が江ノ島なの。もう本当に5分後に枠開こうねっつってた時にバーンですよ。バックでぶつけられて。いや、女の人の方も調子乗ってるの。
ぶつけましたとか言って、じゃあなんでお前降りたんだよっつって、ぶつけたから降りたんだろって自覚あるでしょって、ぶつけたよっつって、うん、だからもうなんか喧嘩売ってきてるから、じゃああなたと話にならないんでドライバーさんと話してくださいっつったら、いやーとか言って、コンコンってされたから何かあったのかなとか言ってすっとぼけてんのよ最初で、なんかずっと揉めてて俺はボッケーと見てたの、あーあーあーあああと思って、うん、ぶつける相手間違えたなーぐらいに思ってたの、まあ収まるだろうな謝ってと思って、うん、そしたらなんかどん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 ヒートアップしてるから止めに入ったのよ。そしたらなんか警察でも救急車でも呼べばいいじゃないですかとか言って、うん、引かれたんでしょみたいな態度取ってるから、喧嘩売ってるから、ああなんだこいつと思って、うん、いやぶん殴りたいけどそれはやっちゃダメだよ、うん、それで前科3犯だから、うん、ぶん殴りたいけどぶん殴ると前科がまた増えるっていう、うん、それはダメよ。そうそう、コンコンってされたから何かなと思ってつって、いやいやいやバックしてるとき後ろ見てないんですかつったら、あーとか言って、言ってることおかしくないですかって、女の人はぶつけたんですかって聞いてきてるし、もうぶつかってるの見てるしって、でコンコンってされたから気づいたってバックのときに後ろ見てない証拠ですよねって、聞いてますよって言って、そうそう、だから警察呼ぼうって言ったのも、うん、警察呼びますって言って、そののぞみさんに警察呼んでってお願いしたの、もうこれ拉致開かないからって。そしたら相手がもう殴りかかろうとしてきたの、だから落ち着け落ち着けってやつだ、うん、うん、だからでも触れてないよ、一触即発にはなってない。サメちゃん戦ってる？止めた方がいい？止めた方がいい？いや、それはね、もう配信の頭ぐらい見てもらったらね、全部わかるよ。揉めてんの、向こう。そうそう、当たり屋だと思われてんの。まあ、それそうだよね。タトゥー入ったあんちゃんとさ、こんな革ジャン着たさ、男にさ、ガリガリの男が引かれたって騒いだろうな。そりゃそ、タトゥーバンバン入った B ボーイみたいなさ、ゴリゴリの兄ちゃんとさ、赤い革ジャン、お前、仮面ライダー、ウルトラマンの隊員みたいなさ、こんななりした二人がさ、お前当てただろ、この野郎とか言ってたらね、ああ当たり屋だって思うかもしんないけど、当ててんの当ててんだから、それはね、それはね、それはね、まあそれはね、まあ人は見た目じゃないっつってもね、止めに行った方がいいの、うん、当たり屋にしか見えないとか言わないでください。あ、揉めてないよ、大丈夫だよ、冷静に話してるよ。いや、多分ね、今日の配信すげえ胸クソ悪いと思うよ、うん、すげえ胸クソ悪くなると思う、頭の方見たら。俺も声荒げちゃったもん、うん、診断書が出せるから相手の自賠責保険会社に聞いて病院に伝えれば最初から自腹立て替えなしにさせられた、うん、いやだから民間保険入ってますからとか言われた、謝る前に、さっきもで、ふざけんなって叫んの、人ぶつけといて民間保険入ってますからの前に言うことあんだろうっつって、ごめんねみんな、あの本当ごめん、あの海配信楽しみにしてくれてた人、無駄に目の前が海です、あそこ目の前が海です、目の前が海、残念ですよ本当、ごめんね楽しみにしてくれてた人、申し訳ない、誰が負けたの、なんだろうな、配信者はいつも負けだよな、閲覧が増えるときは配信者はいつも負けですよ、俺らは負けるのが仕事みたいなもんだから、まあ謝ってたらこんなことにはなってなかったよな、
俺はさ、引かれたわけじゃないからさ、怪我してもないし、俺はね、俺は引かれてないから正直、だから怪我もしてないし俺は。でも俺は医者じゃないから、あのね、何とも言えんよ。それは鮫島さんに聞いて、うん、鮫島さんに聞くか医者の診断書に任せよ。揉めてるね鮫島さんは。鮫島さん揉めてるっつうか説明してるね。鮫島さん普通に喋ってるだけで揉めてるように見えるから、まあ冷静ですよ鮫島さんは。ただ旗から見たら大揉めですよ、一般人から見たら大揉め。配信鮫島さんと付き合いがある僕から見たら冷静、そんな感じです。いや、あの向こうで配信するのは良くない、カメラ止めろって言われるから。うん、鮫島さんはあそこで、うん、やめよ、うん、見たい気持ちも分かるけどさ、それはさやっぱり冷やかしになっちゃうからさ、ごめんね、ちょっと離れるね。引かれるなら今だぞ、ああそういう発想ね。ちょっとカバン取ってくるわ、カバン取ってくる。引き逃げじゃないよ、当てられて当ててねえって言われた。うん、でしまいには保険入ってるから別に構いませんよみたいなこと言われて、はぁってなって、すいません僕は証言しなくていいですか。70センチ、あ、証人なんですけど。で、うん、どうします。丸くってことなんで一緒にいました。で、証言、あの人と僕が一緒にいたんです。もし必要であればまたお伺いします。あ、じゃあ分かりました。はい。はい、お願いします。はい。歩いてる状況なんですけど。はい。あの、今回ぶつかっちゃった人。うん。うん、で、あの、帽子の方。帽子の方。お兄さん。僕です。で、後ろちょっと下がって歩いた。そうです。この辺、この辺でぶつかって、この辺かな、うで、あーみたいな。そうです、歩いてる感触はちょっと高かった。そうです、こうこうこうや。でも二人で車止めてんのを見てるんで、ボンってなって。僕は大丈夫みたいなんで、ちょっと荷物取ってきます。逆切れだからな、やるのか。僕はあの大丈夫みたいです。車乗ってな、寒かったら。あ、鮫島さん、あの見たいってみんな言ってたんで、今死にそうです。寒くて死にそうです今。薄着で来ちゃったから。そうですね、上着着てくればよかった。あ、すいません、先にちょっと車の中見てきますね。あ、いいよいいよ、申し訳ないです。いやーね、これが配信ですな。みんなごめんね、不快な思いしてしまった人すいません。あと、あの冷静にアドバイスしてくれた人ありがとうね。うん、俺車もう戻っていいって。よいしょ、幽霊映った。ねえ、さっきまでボーリングめっちゃ楽しくて、いい思い出だね、またやろうね、なんてみんなで話してたんだよ。毎年集まろうとかさ。お疲れ様です。もう多分終わると思う。うん。いや、病院は、あの、行った方がいいってずっと言ってたんだけど、鮫島さんが行かないって判断して、俺も絶対行った方がいいって言って。だから明日行くの。明日行くんと、うん、ちょっとその車の関係とかいろいろあって明日行った方がいいねって。地震になったはあったけど車の運転がね、すごい。クリスマスだね。クリスマスに惹かれるっていうのも配信者として一流の証だと思うよ本当に。食べて11杯なのかな、どうなんでしょうか、うん、そうなんだよね、今行かないと人身ならないんだよね、うん、そう。今行くべきなんだよ本当は。明日取ります、うん、あずさちゃんたちが責任持って行かせます。今日日曜だからね。すごくない？相手の女がね。あ、すごい舐めてたやつだよね。民間の保険入ってるから。ふざけてるよね。ふざけてる。あれは怒ったよ。ありがとう。じゃあ、ね、本当だね、うん。見てなかったからね、うちは分からないけどね。ま、
もし俺が仮に引かれてたら速攻病院行くね、うん、速攻病院行くっていうか多分ね、なぜか泡を吹いて倒れたと思う。マジ、うん、謎の泡吹きをそうできるの、できる、うん、発作が起きた、発作が起きるから、そうで、そっから PTSD になって車が怖くて外歩けなくなって、精神病が悪化して2年間ぐらい働けなくなるっていう、あの怖いね、そう大丈夫、怖い現象になるっていう、まあまあ救急車帰っちゃったもんね、もう道路が怖いですって、車が怖いです、歩けませんって、精神的にもう働けませんって、この車があるから、いや俺はね、俺は多分そうなってたろうね、俺を引いてたら痛くもないから見つけられたって感じ、僕は見てない、警察もいるって、おるって、まつげ取っちゃう、まつげさ、うん、疲れた、うん、当たり屋ではないでしょ、当たられたら泡吹くでしょ、うん、仮に当たったら俺は泡吹くんだよ、うん、ああ、嘘の説明っていうかもう開き直ってなんかうち民間の保険入ってるんでみたいなこと言って、ね、でふざけんなっつって、だから何って感じ、うん、それね多分今日の放送録画残すから、うん、頭から見たら胸くそ悪いよね、本当だよ、本当態度悪い、警察来てるよ、うん、うん、いくらぐらい引っ張れるの、もし仮になんだけど、俺をぶつけた場合は俺は200だと思う、多分2年間で200、警察来てるよ、もうとっくに来てるよ、俺の場合は200は絶対取れる、でもめっちゃくちゃ遠くなんですか、今回はだから救急車乗って、でだから明日病院診断書取れますよ、いやすぐ行った方がいいの、その方が効果は高いから、まあ明日行ってもいいんだけど、全身確定になるのよ、車が、まあねまあね、そうそうそう、うん、だからしょうがないけど、もう爪上がって、うん、で配信業がダメになったっていうのと、で3人じゃん、あと個室の病院に1ヶ月ぐらい泊まるかな、でカズマの人生は今回和藤さんとカズマと便所と私の配信が潰れたし、いや気分悪いよね、うん、気分、頭から見てた人手挙げて、頭から見てて、いやこれ悪くないよっていう人、いや和道が言って、和道たちが言ってるの正解だよって、これ頭くきたわっていう人手挙げて、うん、頭くるよねみんなね、うん、あれはひどいよねあの態度は、うん、はーい、こっちも入ってたけど、あれはひどいよね、いやいやいや、入ってるって、楽しかった、祭り好きだよな本当、亀島さんすげえ。あれそのキャスの録残してるんで、最初のところ。おじさんがすごい幅寄せしてきたよね。うん？幅寄せ、すごい来たじゃん。幅寄せどころじゃないよ。思いっきり幅寄せしてバーンってぶつかって、面倒さんが押さえてたの。あ、その後ね。話してる時。すごかったよ。ののちゃん近づいてきてさ。そうそうそう。あれ剣がぶん殴ろうとしてんの。そうそう。バカじゃないのと思って。論争になってるところから。あれよ、証拠早い。マニアさん早いって。まあ多分これはね、これはあの荒れると思うよ、 YouTube に動画も上がるけど、あの大荒れすると思うよ、あのコメント欄で賛否両論激論だろうね、うん、いや死んでないって、生きてるって、いや、さばいて病院行かなかったわけじゃなくて、俺は病院行った方がいいよって思ってたの、絶対行った方がいいと思って、救急車今日今乗るべきだっつってさ、だけどそのちょっといろんな事情があって、いや死んでない、ありがとうみんな、みんなありがとう、殴ろうとしたら移せばよかった、移そうと思ったけど、それやるとさ、ほらプライバシーの侵害になるから、やっぱそこはさ、配信でやってる身としては、あのそれはもう暴力だからさ、うん、でも そのもう殴りかかろうとしてる場面っていうのは声とか全部残ってるし、証言取れるから、3人いるから、うん、いや感情的になっちゃったねちょっとね、大丈夫だよ、ただクリスマス台無しだよね、考えて企画ができなくて残念だったね、うん、またやろう、まあ来年こそはね、うん、ね、またみんなで集まろうよ、ケースさんも、うん、ああそうだね、神経どうなってんだろうな、ヒラメンの言ってるのも一理あるよね、多分頭おかしいんだろうね、うん、見てるよ、
ブロックしたいんだけど、俺が今スマホ配信だからさ、ブロックの姿わかんねえんだ、すまん。ブロックの姿は、うん、その画面を押して、うん、ブロックするってしたじゃん。あ、そうなの？そのページ飛んで、うん、ブロックできる。あ、そうなんだ。いや、ただ今800人見てるからさ、コメント流れちゃうわ。え、だから、そっか。うん。どうするよね、間違いない。いえよな、ほんと。あれだろ？合計4235人見てるけど、フォロワー数3とかしか増えてねえんだろ？知ってんだから、それが一番凹むんだよ。俺分かってっから。4200人ぐらい見てても、フォロワー3ぐらいしか増えてないっていうね。あ、人気ないんだなってね。人気ねえんだよな。そこが悲しいとこだよね。人気とかやるの関係ないし、今日の客潰されたのが問題だもん。ほんとだよね。せっかく。せっかくなのに。もう100円で海無理じゃん。悲しい。あ、バーガープレゼントありがとうございます。こっちだから何も入ってこないからね。うん、ここでバーガーをくれるのありがたいですね。とりあえずこれは、どうなんですか、うん、だから。レンジャークッキーありがとう。うん、鮫島さんがぶつけられた。あ、サメちゃん大丈夫だよ。意識はあるよ。レンジャークッキーありがとう。え、あのさ、どのくらいだか今回のテーマ。いや、今回のね、次男に持ってくっつってるけど、うん、多分ね、次男に持ってかない方がいいよ。俺の予想。めんどくさいもん。めんどくさいのは次男の方だよ。なんでかっていう、うん。次男で今これ終わらせたいもんね。いや、今すぐ終わらせたいってこと？そう。いや、多分ね、あの、うん、次男ね、いや、一回ね、病院の診断書持たないと、金額決めらんないよ。だから、診断書取るから、うん、次男にしたいもん、だから、警察、挟むのめんどくさいんだよ。でもね、示談は割安になっちゃう。どう考えても、今回の件は。割安いいんだって。別にいいじゃん。うん、その別に死んでないんだから。風船プレゼントありがとう。保険会社から普通に正規の料金もらった方がいいよ。逆に入っちゃった。これ逆だった。逆に入っちゃった。それに似てるよね。似てるね。アイテンさん、ケーキ買わないの？買わないよ。あ、そうかもね。マドウさん、自分がお金欲しいんですか？僕の、なんて呼ばれてるか知ってます？のぞみさん。知らない。僕のあだ名、ちょっと検索したら出てきますよ。わかんない。詐欺師でしょ。知ってるじゃん。だけど、マドウは関係ないから今回お金チェーンももらえません。そうだね。うん。多分そう思う。自分で主張していこなきゃダメじゃん。うん、俺の足つぶされたって。うん、今言ってない時点で。でもね、実害がないと難しいんだよ。今行ってくる。うん、ちょっと待って、ね。うん、行くんだ。おはよう。だから、まあ、多分鮫島さん今日家で枠開くと思うから、みんなアドバイスしてあげてよ。ごめんね、ほんた。うん。うん。配信者ってこんなんだね。毎日毎日ね。すごいね。のんたんいるよ、ここに。彼女ののんたんでーす。彼女でーす。疲れたでしょ。今日ゆっくり寝よ。でもあれだね、あの、さっきさ、あの、のんたんのさ、細木和子の占い見たらさ、今日良くない日だったんだよね。乱気って書いてあった。うん、細木和子の占いによると、のぞみさんは乱気って書いてあった。だから良くないこと起こるんじゃないかって言ってたんだよ。当たってた。神社クッキーありがとうございます。うん。うん。サメちゃんまた悩みだ。ね、すごいね。鮫島さんちょっと六星占術で占ってよ、誰か。いや、びっくりしたっていうか、まあね、ボーリングのあのピカピカタイムは何だった、何だったんだろうね。モンタンとムフフだね。いや、どうだろうかね。二人とも風邪ひいてるから、明日は俺も仕事だし、ね。
あ、充電器刺さってる。うん。ちょっと、あ、わかんない。あ、あるか。あった、あった。よいしょ。こんばんは。和解したって。和解したの？道も通ってないって。え？私も行ってて。え？和解で1円も取ってない。そうだ、だって、なんでそうなってない。聞いてみて。なんでエンジンかけないのよ。のぞみさん後ろ乗るんじゃないの。あ、行かない行かない大丈夫。ベンジョさん置いてかないよ。ベンジョバイバイ。あ、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。あ、プレイお疲れっす。お疲れっす。自分で帰る。自分で帰るって言ったじゃん。お仕事なくしたって。生きてるじゃん。マニアさんとか、まあ、不動送りますね。ちょっと、一回頭出して。震えが止まんない。幽霊じゃねえよ。死んでねえよ。勝手に殺すんじゃないよ、なんで勝手に幽霊とか言ってさ、こんな元気な幽霊いないでしょ。お疲れっす。ここ駐車場大丈夫なの？バカじゃねえの、お前。企画再開とかさ、お前、真っ暗だっつんだよ、お前。うん、企画再開、おお。死んでないから。すごいね。すごいね。まず。に入んなくてよかったね。でも、カズさん、いや、でも、カズさん、やっぱあれですよね。入りたい。僕たち付き合わされたから、うん、やっぱ、大手である、サメ島さんに。そうですね、サメ島さんに。あれ、アイシングって知ってます？ワド。アイシングって知ってます？ワド。なんか、ぶつけた時って体冷やすの。ノリちゃんだけど。いい、恐喝になるから。なるよ、カズさん。なる。まあいいや。とりあえず、俺の方が切るよ。お疲れです。あ、どうします？切ります？こっちも。海入る？いや、いらっしちょっと待って。ツイキャスなら夜の。あの、初見さんは3000円しといて。あ、そう、ツイキャスなら平気らしいですね。俺、ふわっつなんで。いや、知らないってよく聞かせるじゃない。あの、フォローバックアウトします。震えが止まんない。じゃあ、配信切ります。詳しくは、鮫島さんの枠で、聞いてください。お疲れ様でした、皆さん。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様。ハートプレゼントありがとう。みんなバイバイ。みんなおつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。